一式義孝氏は、安土桃山時代から、江戸時代の武士。子孫が提出した、由緒将予び足利や菩提寺である万奈寺文書で、室町幕府最後の将軍である、足利義明のこと伝承される人物である。義明近親の一式藤永に、大見国崎坂本で養育され、一式生を称したと言われる。御用税天皇と面識があったらしく、和歌一首をもらったという。 大阪の陣があるのを聞きつけ、慶長19年10月1日に、家来の日置県の城及び白杉隼人を通して、江戸幕府に都合47人、総人数534人の家来連番長を提出して、徳川軍に参加しようとした。幕府側の安藤自衛門から、槍二筋をもらったものの、出陣前に大阪城が落城して参加できなかった。その後、 徳川家康が京都西岡領にて三万国与えようと持ちかけるが、武功がないどころか参戦に間に合わないで三万国もらうのは恐れ多いとして辞退し、坂本に帰ったという。ちなみに、万那寺の文書にも、家来連番長についての記述がある。息子の義望は家康の法へに参加し、公殿を献上したという。孫の坂本義将は坂本姓に改正し、 元禄年間に松平正方に仕えて合津藩士となる。子孫からは合津藩の白氏や用人を輩出した。完成3年には子孫の坂本義達が松平定信に自身が義教の子孫であるとする覚書を提出した。公式にも確認されている義明の子、足利義弘があっさり、 織田信長の人質に出された上に、その後も義明が信長に抵抗することを止めなかったためか、一説には、大御国にかくまわれた儀教の方が着難ではなかったのかとも言われる。しかし現在のところ、同じく義明のこと昭子嫁の実家にあたる、薩摩藩士のせいに改正した、長山義材同様に、義明の子であるという出自を証明する、決定的な証拠は出ていない。 なお、足利市上官所集の坂本市刑図では、義弘や義有が記載されていない一方、鹿児島県史料旧記雑録周囲、伊地地記安著作史料集3の長山市刑図で義弘のことされる、実相院義尊や円満院常美子とが、義教の弟で義明のこと、表記されている。義尊や常美子とを義明のこと記述する刑図は、奥野高弘曰く、 ケ図さんようにも見られるとしている。ただし、長山氏系図では、義広は僧侶でありながら、子供を儲けた罪で寺を追い出されたとされ、それが原因でフラチ社の義広が、坂本氏系図より削除されていることから、同系図で義尊や常尊、義教が義明のこのように記述されてしまった可能性がある。これを勘案すると、実は義明の孫、 義ヒの死生児の可能性もあるが、客観的な資料はない。ありがとうございます。